フランソワ・ジェラールは、フランスの新古典主義の画家。ジェラールは1770年ローマにて、ローマ教皇庁駐在フランス大シュベルニスーキ教の、執事をしていた父、JS ジ,ジェラルドの元に生まれ、幼少期をローマで過ごした。1782年12歳の時に、フランスへ帰国。 ほどなくして彫刻家のオーガスティンパジ中に、ついで画家のギーニコル・ブルネに支持する。1785年にサロンへ出品されたジャック・ルイ・ダビッドのホラティウス兄弟の誓いを見て熱狂し、翌1786年には同志のアトリエに入門した。1789年にローマ賞に応募し、ダビッドの弟子のアンヌルイ・ジロデイコール・トリオソンについでにい,いとなった。 1800年以降ナポレオン・ボナパルトの肖像画注文を決定だにジェラールは画家として格好たる地位を築いた。彼は帝政崩壊後もその地位を脅かされることなく諸外国の君主らからの注文を受け続けた。1806年にレジオンドヌール君賞を受訓した。1811年にパリのエコール・デ・ボザールの教授に任じられた。ジェラールの弟子には ポーラン・ゲランやシャルル・ドス・チューベンラがいた。1837年パリにて死去する。フランソ・ワジェラールに学んだ学生には以下のような画家がいる。ありがとうございます。